緑の日の今日、汗ばむ陽気に包まれた県立牧野植物園。春のフラワーショーと題して、およそ100種類、3万5000株の花が園内を彩っています。ゴールデンウィークに向けて新たに植えられた植物も。花菱やダリアは今がまさに花盛りです。こちらは牧野日本植物図鑑に登場する植物を集めたコーナー、牧野博士の花かごです。カーネーションはオランダ赤竹、ダリアは天竺牡丹など、牧野博士が当時今では聞きなじみのない和名をつけていたことを知ることができます。訪れた人はピクニック気分で昼食をとったり、上手に撮れた？いい感じです。来年の春から牧野博士を題材にした朝の連続テレビ小説が始まるほか、天候にも恵まれたため、今日は今年のゴールデンウィークで最高となる2053人が来場しました。